はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、2019年度に私が購入した釣り道具の中でですね、ベスト3をご紹介したいと思います。ですね、まず第3位なんですけども、ですね、こちらに なります、竿になります。この竿はですね、もうメイドインチャイナとまあ書いてありますけども、プログレンスイソ 3-450 そういう形式のですね、イソ竿になります。定価はですね、2800円です。これはですね、非常に軽くてですね、扱いやすいということでですね、大変気に入っております。購入店はですね、愛知とか静岡県でですね、店舗を展開されている釣りの石黒さんというところで購入いたしました。そして第2位はですね、ここです。手首指先ぴったり外れにくいポリエチレン手袋、ダイソーさんのですね、50枚入りなんですけども、こちらですね、よくある使い捨ての手袋ありますね、ポリエチレン のそういうのはですね、一度はめますとですね、結構ブカブカでですね、細かい作業がしにくいんですけども、こちらの商品に関しては指先がですね、ぴったりとしますので、これでですね、手が汚れないということで重宝しております。そしてそれと同時にですね、これ今使っているんですけども、同じくダイソーさんの手袋でですね、300円の 3M というブランドですね、接着剤ですとか両面テープですとかね、そういういろいろあるんですけども、その 3M というところですね、会社さんが出しているところのダイソーの300円のグローブです。そのグローブをですね、親指と人差し指と中指をハサミでちょん切ってですね、そしてそのダイソー の同じくダイソーのこのぴったりの手袋に一緒にですね、こうはめてですね、で使っております。で、暖かくてですね、すごくいいです。それでは第1位なんですけども、で今履いているんですけども、ダイワさんのですね、ウィンターブーツです。でそこはですね、ラジアルソールになっております。これはですね、非常にですね、暖かくてですね、ちょっと値段は張りましたけども、アマゾンさんでですね、購入しまして、1万円は切りますけども、非常にちょっと高価だったので、憧れの商品だったんですけど、思い切って購入しました。で大正解でですね、今までのウィンターブーツですと、このつま先の部分がですね、すごく冷えてですね、あと他の部分は暖かくてもですね、つま先の部分がどうしても冷たくなりますので、こちらの商品はですね、全然そういうことなくて、かなり寒い時でもですね、かなり使用に耐えます。暖かいですね。そんなわけでですね、3位から1位までですね、ご紹介させていただきました。それではですね、今回はこの辺りで失礼いたします。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。どうも2020年度もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。さよなら。